お金ないんだよ、うち。体の金あんだろ。ないよ、もう。だって、こないだもイベントって言ってさ。何に使ったんだよ、お前。ご飯作るお金もさ、かかるんだよ。なんでみやく作れや、ほんとに、こら。はい、せいこら。飯を作れよ。明日も行ってくっからよ。軍資金出せや。支払いどうすんの？明日な、あの、でかいイベントがあるから。そこでな、一気取り戻しやったら。はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、新しい相談者がいまして、今日ご自宅にお邪魔してるんですけども、まあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどういったご相談で？はい。今回相談したいのは、旦那のことなんですけど。旦那？はい。旦那も宮本さんの、ファンでっていうか、私もそうなんですけれども、まあ、もともとはプロレスを一緒に見に行く仲間だったんですけれども、それがきっかけで結婚して、まあ、本当に幸せだったんですけども、ちょっとこう最近ここの 2,3 年ですかね、ちょっと旦那がギャンブルにハマっていて。ギャンブル？はい。まあまあ、まあ皆さんもやられると思うんで、なんかたまにやる程度だったら全然いいんですけど、ちょっと正直、毎日行ってるというか、ギャンブルをやらない日がないみたいな感じになってしまいまして。ギャンブルにハマっちゃったと。そうですね。今そんな状態なので。お仕事は？はい。もともと、すごい、昔かたりの職人さんで、腕のいい大工さんだったんですけど、で、なんか、まあ、その当時はやっぱそれもあって素敵だなと思ってたんですけど、なんかコロナで、なくなってしまったというか、仕事が全然なくなってしまって、仲間に行こうよって誘われて、全然なんか気晴らしで行くんだったらいいかなと思って、全然行ってらっしゃいって言って、行ったら、ハマってしまって。最初一回行ったら、どっぷりハマってしまったと。そうですね。もともとはどういう人だったんですか？でもすごい頼りがいのある方で、なんか本当に一緒に、それこそ一緒に二人で、わざわざ福島まで行って、宮本さんのチャリティープロレスとか、見に行ったりとか。チャリティープロレス見に来てくれたんですか？そうなんですよ。なんかそういうの知ったりとか、いろんなとこに連れ出してくれたりとか、結構こう、アクティブな人だったんですけど、もう、今はもう、毎日、もう、機嫌がすごい、もう、毎日コロコロ変わるんですけど、もう、勝ったら、もう、ほんと勝つって全然ないんですけど、勝った時はすごい機嫌が良くて、なんですけど、負けて帰ってくると、やっぱすごい、めちゃめちゃ機嫌が悪くて、私ももう、やっぱ前はやめた方がいいとか結構言ったりとかしてたんですけど、もう、ちょっと、結構お金とかも、なんか、借りちゃったりとかして。あ、借金しちゃったと。はい。なんか、まあ、もともと貯金もあったので、二人とかってあったんですけど、それをまず全部使ってしまって、で、消費者金融も結構借りてるみたいで、で、うちの両親にもちょっとお金を借りていて。それはダメですね。
結構いろんなところからお金借りたりとかしてるみたいで。返済はできてるんですか？私が一応パートしていて今掛け持ちなんですけど。奥さんがじゃあパートで家計を支えてると。そうですね。そんなにやっぱそんなにたくさんは稼げないんですけど、なんかスーパーとかを掛け持ちして、でまあ入ったお金は全部持っていっちゃうというか。そうですね。まあそれを返すのもなんかもう買った時に一気にバーって返してみたいな、でも全然追いつかなくてみたいな今状態になってて、すごい結構苦しいですね。生活費はどうやって捻出じゃしてるんですか？今はその私が働いてるお金と、まだうちの両親に少し出してもらったりとかして、毎月ギリギリ家賃が払えるかなっていうくらいですね。今日ご主人は今まだパチンコに言うと思います。もうすぐ帰ってくると思うんですけど、それね、まあ今社会問題になってるギャンブル依存症みたいな感じというか、まあギャンブル依存症ですよね、そこまでいくとね。依存なんですかね。仕事はじゃあ全くしてないんですか？いや、実は何個かお仕事いただいたりとかしてたんですけど、なんかそういう日もなんかやっぱり気分が乗らないみたいな感じでキャンセルしたりとかしてしまってたみたいで、私は全然気づかないでお仕事行ってると思ってたんですけど、なんかよくよく聞いたら全然行ってなかったみたい で、それを何回も繰り返したので、仕事も全然もう来なくなってしまって。あ、キャンセル続いたらそれは信頼関係なくなっちゃうから、それは仕事来なくなっちゃいますよね。そうなんですよ。なので今は主人の方は全然今普通の仕事はない状態。あのね、今日こちらの相談者の方に、まあ、こういった問い合わせメールが来て、まあ、今日こうしてお話を聞いたんですけども、まあ実はその前にいろいろやり取りしてて、まあ普段の旦那さんご主人の方が、まあどういう風な感じなのか、奥さんの方に、隠し撮りで録音してもらったものがあるんで、まあ、そちらの方ちょっと見てください。どうぞ。どうなった？まあ、そんなの聞くまでもねえだろ、お前。俺の顔見てわかんだろ、お前。ご飯作るね。あ、作れよ、と。なんでできてねえんだ、本当によ。腹減ってんだよ、こっちは。クール酒飲んでも酔っ払っちまうぞ、これ。あのね、今月の支払いどうするの？もうお金ないんだよ、うち。このお前の親から借りた金まだそっかんだとしろよ。もうないよ。何に使ったんだよ、お前よ。だって、この間もイベントって言ってさ。おい。だってご飯作るお金もさ、かかるんだよ。なんでみやく作れよ、本当にこら。はせこら。飯を作れよ。泣いてんじゃねえよ、俺悪者見てじゃねえか。あ、こら。泣いてんじゃねえよ、お前、うぜえな。そりゃもう、ああ、もう酒がまずくなるわ、本当によ。やってられねえわ。くさ。明日も行ってくっからよ。軍資金出せや。おい。支払いどうすんの？もうくだらないことばっか言ってんじゃねえよ、お前。明日な、でかいイベントがあるから。そこでな、一気取り戻しやったら、心配すんな。いつもそうやって言って、あんたが、そんな感じだから、仲間がいなくなって仕事もなくなるんじゃ。もう一回取り戻せろ。泣いてたけど、こんなもん、あんたには。気分悪い。そら、あんたには。お前、泣いて済むと思ってんじゃねえぞ。お金を取って。お金を
んとかして作ってこいや。お父さんにもう一回ちょっと言えよ、お前。ちょっと必要な金ができたんだと。電話しろ、電話。もう無理だってよ。でも俺とギャンブル言うんじゃねえぞ。ちょっと困ってんだと。まあ、言えよ。電話しろ、携帯が。かけろ。気分悪いやん、もう。すげえまずくなるわ、ほんとに。当たり前だよ、お前。なんか、まあ、文句あんの、お前。なあ。わかってて俺と結婚したんだぞ、これ。泣いてばっかいいんじゃねえよ、くっそが、ほんとによ。まあ、これはひどいね。これはひどいですね。これだと、殴られたりとかはしてないんですか？たまにちょっとした暴力みたいなのはあります。ギャンブル依存症と、まあちょっと DV が入ってるような感じですかね。そしたら、そうなんですかね。まあちょっと最初に聞いておきますけども、まあ僕にこう相談されてきたっていうことは。僕のこの YouTube のチャンネルでも映ってしまうっていうことなんですけども、それでも大丈夫ですか？はい、顔とかは映らないです。ああ、それはもちろん配慮してしますんで、はい、本当に悩んだんですけど、本当にこれをどうしようと思って、でももう宮本さんに言っていただいたら聞くんじゃないかなって思っちゃって、やっぱそういう YouTube の活動されてるって見て知ったんで、そういうので相談も受け付けてるっておっしゃってたので、だから私とか周りの人から言われても全然何も響かないというか、聞く耳を持たないっていう感じなんですよ。なのでなんかやっぱりもともと好きだったら、やっぱ自分が尊敬するプロレスの選手になんか言っていただいたら、自分も話を聞くんじゃないかなと思って、私は戻ってほしいです。元の優しかった頃のご主人に戻ってほしいと。はい。ご主人はいつもだったらどのくらいで帰ってくるんですかと。そうですね、もうそろそろ帰ってくると思います。じゃあね、この後ご主人が、旦那さんがね、帰ってくるのを待って、まあ一応ねお話をしてみて、まあこの動画がもう使えるかどうか、どうか流せるかどうかっていうのはちょっとまだわからないですけども、まあとりあえずね、お話はしてみたいと思います。じゃあ奥さん、じゃあとりあえずねご主人帰ってくるのを待って、話してみますんで、それまでねちょっと待たせてください。はい、よろしくお願いします。どこがやってたんですか？いや、ちょっとパチンコからやってみた。パチンコ、俺の借金は、たかしてて、今ね、北斗今新しいでね、面白くて今ハマっちゃってんすよ。ギャンブルで毎日遊びまくって、男として、一人の人間として、それどうなんだって。もういいからいいから、お話終わり。おい、腹やってんだ、飯作れ早く。こっち話終わってねえんだよ。